2024年9月10日広島瀬戸内新聞ニュース号外でございます。まさに、斉藤元彦兵庫県知事、兵庫県議会議員全員ですね、まあ維新も含む86人全員が辞職要求をするというそういう状況になっています。しかしですね、斉藤元彦知事、改めてね、辞職を否定するという状況で、なんか来年度の予算の議論も含めてしっかりやっていきたいとか、いうふうにね、もう抜かすというかね、いう、そういうふうにおっしゃる始末です。いやー、もうね、人がね、二人ね、職員が二人、井岡部先生も含めればね、三人残って、亡くなっていた。含めれば3人もね亡くなっている状況、ね、そういう状況を、ね、で作り出した、そういう状況を作り出した、ね、そのことでね、もう本当に、ね、やっぱりね、懺悔というかな、ことについてね、全然なんかもう答えていないと。全然なんていうかな、意識してないというかね、全然その罪の意識というかね、そういうものがないというかね、ことに、ね、ついても平然としていると、これがね本当に許せませんよね。これだけね、なんていうかな、人が3人も亡くなる状況、それを作ってね平然としている男ね、その上でね、は、もう、議員全員から辞めろと言われる。まあ言ってみればもうね、この人もう斉藤元彦ついて、世界中からね、もう敵に回しても、だから四面楚歌ってもんじゃないですよね。うん。そんな状況でも、支持が続けられる。まさにこれはね、鉄面皮どころかね、もう劣化ウラン面皮。ね。そう言わざるを得ない。ね、どころかね、劣化ウランですよね。劣化ウランっていうのはね、まあ、ほんとね、鉄よりもね、硬い。ね、使い残しのね、だからまあ、核燃料ね、取り出した後のね、ウラン鉱石、それをね、原材料にね、してね、作ったね、まあ、装甲、ね、まあ、戦車やね、戦車のね、大砲の弾としてね、使われるね、この劣化ウラン、ね。もうね、鉄どころかね、劣化ウラン並みの硬さの、このね、面の皮、うん。もう信じられるわ、うん。まあ、しかしね、維新はね、特にね、特にね、やっぱりでも維新のね、皆さんはね、製造物責任、こういうのをね、感じてほしいと思う。責任ね。感じていただきたい。ね。絶対にこれはおかしいわ。製造物責任あるよ、絶対維新にね。結局ね、今の斉藤知事、臨界状態なんて。うん。コントロールが効かなくなってる。ね。コントロールが効かない。もうね、そんなね、状態です。でも、コントロールが効かないようなものをね、ようなね、もう、知事を作ってしまった。そのことね、だから吉村さん。吉村さんもね、吉村 大阪府知事もね、だから元部下なわけですよ、斉藤知事っていうのはね。だから、もう、元上司のね、言うこともね、聞かないようなね、コントロールのつかない、聞かないものをね、作り出してしまったね、維新の皆さんはね、特に製造物責任ね、感じていただきたいと思うし、その、ね、維新に乗っかってしまったね、西村さんとかね、自民党の一部の議員も含めてね、製造物責任というものはね、感じていただきたいと思います。まあ、とにかくね、早くね、やめてもらわないとね、俺どうしようもないよね。ということでね、まあ本当は呆れた男だ。はい。もうね、大学の先輩としてもね、ほんとね、つける薬がない。ということでね、本日のお話をね、終わらせていただきます。まあいつ辞めるんかなというよりは、もうね、もうこの男、
ね、不信任案がね、決議されなければね、やめないでしょう、どうせ。はっきり言うとね、不信任決議、まあね、まあ、もう不信任案かけしかないでしょう。でしょ。で、そこでまたね、どうせまたね、まあ、解散してくる可能性は高いけどね、もうこれもね、民主主義のコスト、割り切るしかないでよ。これもね、民主主義のコストとね、コストとね、割り切るしかないですね。で、やっぱりそのね、こういうことがね、起きないようにね、しっかりね、公益通報をね、保護するというね、仕組みを整えていくとかね、今後のね、課題となっていくと思います。それでは皆さん、最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。